皆さんこんにちは。今回はニキビ洗顔料8選を徹底比較していきます。比較するのはこちらの8商品です。検証ポイントは洗浄力、水分キープ力、正規成分の充実と肌への優しさ、使用感の5つです。検証した結果、順位はこのようになりました。ランキング下位から順に紹介していきますので、気になる商品があれば概要欄からチェックしてみてください。8位、洗顔専科パーフェクトホイップアクネケア。大人のニキビ、肌荒れを防ぐと謳う薬用洗顔料。肌荒れ防止成分で大人ニキビを優しく予防する成分構成です。石鹸系の洗浄成分ですが、検証では皮脂をほとんど落とすことができずマイナス評価に。肌の潤いを守るヒアルロン酸ナトリウムやグリセリンなどが配合されており、肌水分量の減少は 20% 程度にとどまりました。爽やかなフローラルの香りで泡立ちが良く、ホイップのようなもっちり泡ができるのが魅力の商品です。7位、プロアクティブスキンスムージングクレンザー。ソフトスクラブ入りのジェル状洗顔料。洗浄成分を使用せず、スクラブで汚れを落とす仕組みです。検証ではガラスプレートの皮脂を落としすぎたことから減点評価となりました。一方、肌水分量は 18% 程度の減少にとどまり、潤いを守る力は十分です。スクラブ入りのため、洗い上がりの肌の滑らかさは好印象です。わずかに酸っぱい匂いがするため、匂いに敏感な人は気になるかもしれません。6位、スキンライフ薬用泡のふんわり洗顔。思春期ニキビケアブランドの薬用泡洗顔料。殺菌成分を使用していることから、思春期ニキビの予防に向いています。保湿成分としてヒアルロン酸 NA を配合。肌水分量は 17% 減少した程度で、水分キープ力は十分と言えます。一方で、石鹸系の洗浄成分を使用しているものの、洗浄力の検証では皮脂をほとんど落とすことができませんでした。泡がふんわりときめ細かく、なじませても泡がへたれず肌に残った点は高評価。シトラス系のフルーティーな香りも好印象です。5位、ペアアクネクリーミーフォーム。ニキビの原因となる毛穴に詰まった汚れまで優しく洗い流すと謳っている薬用洗顔料。肌への水分量は 12% 程度しか減少せず、水分キープ力は優秀です。しかし、検証では皮脂を完全に落としきったため、乾燥が気になる大人ニキビ肌には高すぎる洗浄力と言えます。殺菌成分が配合されているため、短期間での使用がおすすめです。泡立ちが良く、濃密で弾力のある泡が立つのが美点。わずかに石鹸のような香りがします。4位、なめらか本舗薬用泡洗顔。肌荒れとニキビを予防すると謳っている泡洗顔料。ポンプ式の容器は片手でも使いやすく好印象です。アミノ酸系の洗浄成分がさらにマイルドにされており、皮脂を半分程度落とすことができる穏やかな洗浄力です。BG や2種類の糖類を保湿成分として配合しており、肌の水分量も 7% 程度しか減少せず、水分キープ力にも優れています。泡に弾力はないものの、洗い流しやすく、時間がない時にも活躍しそうです。香りはほとんどしないため、一緒に使うスキンケアアイテムも選ばないでしょう。3位、ビオレザ・フェイス泡洗顔料アクネケア。生クリーム泡が汚れを吸引オフと謳っています。容器はワンプッシュで適量が出せるため、時間がない時にも活躍しそうです。殺菌効果のあるイソプロピルメチルフェノール、肌荒れを防ぐグリチルリチン酸ジュカリウムを配合。検証では6割程度の皮脂を落とし、洗浄力は十分と言えるでしょう。洗浄後の肌水分量はわずかに増えたため、潤いを守る力に長けています。泡はきめ細かく、肌になじませても消えずに残るので、摩擦を気にせず洗いやすいでしょう。グリーンサボンの香りは爽やかで清潔感があり、万人受けする印象でした。2位、キュレル皮脂トラブルケア泡洗顔料。皮脂のベタつきとかさつきが気になる乾燥性敏感肌に向けた商品。洗浄力が穏やかなアミノ酸系洗浄成分配合で、検証では8割程度の皮脂を落とし、満点評価を獲得しました。グリセリン、糖類など水溶性保湿成分もしっかりと配合し、肌水分量は約 16% 減少した程度で、水分キープ力も優秀です。泡に弾力はないものの、柔らかくきめ細やかで、洗い上がりはしっとりとしました。無香料タイプで特に気になる匂いがしないので、人を選ばず使いやすいでしょう。1位、ロゼット洗顔パスタアクネクリア。潤いを守りながら、ニキビの元となる皮脂や毛穴詰まり、古い角質を除去すると謳う洗顔料。石鹸系の洗浄成分をベースにクレイを配合しており、8割程度の皮脂を落としました。
しっかりと洗浄しつつも皮脂を落としすぎないため、かさつきが気になる肌にも使いやすい理想的な洗浄力です。またドクダミエキスなどによる肌荒れ防止効果も期待できるでしょう。肌水分量は 8.3% の減少にとどまり、水分キープ力も高水準です。泡立ちは悪くなく、ふんわりとした泡が立ちます。爽やかなハーブの香りが洗い流した後もほんのりと残ります。大人ニキビを予防したい人に手に取ってほしい一本です。商品の特徴をまとめるとこのようになります。記事では動画に載せきれなかった商品の検証結果や詳しい検証方法も紹介していますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。